あの時の雑誌連載から裏原宿の歴史を探る。今回は、HFA を今まで、紹介してきましたが、ちょっと連載の内容が変わっていきます。今回は AZ という連載に入っていきたいなと思うんですけども、AZ っていうのは92年に、スタートした連載になっていて、まあ、HFA と並行して連載されていたものになるんですけど、後にラストオージー2に名前が変更されていくものになるんですけど、連載のタイトル自体は AZ というタイトルになります。で、雑誌は宝島で連載していて、2号さんとジョニオさんがやっていました。で、92年に開始されて、3回やったタイミングで、ラストオージー2っていう名前に変更されるので、3回だけやっていた連載という形になります。で、まあちょっとこの名前の由来っていうのをまあ A から Z まで扱うっていうようなものになるんですけど、この名前聞いて、アマゾン。そうです。実はジェフ・ベゾスが A から Z まで取り扱うっていう形で、矢印が A から Z になってるじゃん、アマゾンってのを。あれ、A から Z まで全部取り扱い回すって意味なんだけど、その同じ意味を、で、まあ、アマゾンってなったのが95年かな？なので、その3年前に、ニコさんたちは同じ由来で、この連載名をつけていたと。すごいですね。そういうことなんですね。感性の速さを。ちょっと小ネタだけど、面白いよね、こいれや、は。すごいですよね。92年にスタートしたんですけど、全3回になりますと。じゃあ、1回目の連載に移っていきたいなと思うんですけど、はい、これが1回目の内容になります。これ、鎌倉恋愛委員会でしたっけ？そうです。ね、ですよね、テレビ番組の。まさに。鎌倉恋愛委員会は、フミヤさんともっくんだね。リカゴさんはいなかったですか？は、素敵な恋をしてみたいっていうふうに番組名が変わって、フミヤさんそも。こからリカゴさんなんですね。そうそうそう。そう。まあ、これは、鎌倉恋愛会っていうのは、まず、テレビですと。91年の10月から12月末まで。内容としては、途中に、オムニバスのドラマが挟まるようなトーク番組。で、92年の1月から3月に素敵な恋をしてみたいっていう名前に変わって、りかこさんが、司会に新たに加わることになると。で、ここの文面にも書いてあるんだけど、まあ、この号が出る頃には、僕が監督したドラマが放送になりますってフミヤさんが言ってるんだけど、これが90年3月24日に放送された素敵な恋をしてみたいの最終回になるんだけど、その中で、スケートボードっていう、フミヤさんが監督して、プラジュンさんが主演、音楽が藤原宏さん、で、ジョニオさんとか2号さんとかヒカルさんも出てたっていうようなドラマが放送されたと。で、スタッフ、左下に書いてあるんだけど、ここ見てみると、まずロゴに関しては、セブンスターズの堀内さん、で、スペシャルサンクスで、岡ひとみさんが。で、これ理由としては、2号さんとジョニオさんに、こう、宝島で連載すればって話を持ちかけて、宝島の編集長を紹介したのが岡ひとみさん。岡ひとみさんに言われて始まった連載っていうこともあり、スペシャルサンクスで入っているっていう形になるんじゃないかなと。で、まあ、2号さんとジョニオさんもモデルにいて、左上には一ノ瀬さんもいると。で、そう、この時のジョニオさんは、まあ、アンダーカバーやりつつ、東京セックスピストルズもやっていると。で、2号さんはエディターの時代かつ、まあ、DJ もやっていたっていうタイミングで、まあ、中に書いてあるんだけど、これ2号さん、ゲーマーでもあるよね、みたいな形でも紹介されているっていう時代ですね。ここがまあ、巻頭で見開きであって、3ページになっていて、ここで3ページ目は紹介されているものになりますと。で、さっき言ってたスケートボードっていう台本が上の方に書いてあるんだけど、紹介されてるものとしては、まあ、エルメスのブレスレットとか、アンダーカバーのリストバンドだったりとか、ポラロイドカメラだったりとか、まあ、写真集だったり、そういうようなものが紹介されていて、まあ、ゲームもそうだね。2号さんが結構この初期の頃ってゲームにハマってたって、いろんなゲームが紹介されてくるっていうのはしばらく続くんだけど。このゲ、リンクスですか？こあ、そう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 。のゲーム？これなんかあれなんですか？ゲームの機種なんですか？ゲームの機種。ハードってことですよね。そう。当たりのリンクスでしょ、これ。
当たりのリンク、あ、ごめんなさい、全然わかんないです。当たりってゲーム機メーカー知らない？ああ、じゃあ、あれですね。全然、あの、ニンテンドーとかゲームボーイとかそういうのじゃなくてってことですね。あ、そうそう。海外のやつですよね。そう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 。あ、へえ。知らない。僕らの年代多分、あの、全然触ったことないかもしれないです。へえ。あ、そう。なんか、ゲームの当たりって言ったらもう。そうですね。なんかゲームファッション、ファッションっていうかあれかもしれないですね。あの、そういう当たりの T シャツとかちょっと着てたら、ちょっと外し感があってかっこいいみたいなのありましたよね。うん。ロゴマークものが、日本の富士山をモチーフにしたロゴマークだったりするんだよね、映画。あ、それでも外国のメーカーなのさ。そうだよ。そうそう。でもゲームがなんかちょっとおしゃれ、あの、スチャダラもなんかあのゲームをテーマにした歌とか歌ってたし。あ、そうですね、ありましたね。あと、ゲーマーズナイトってあの、なんか33界隈の人たちがなんかちょっとそういうテクノっぽい文脈でなんかゲーム紹介する、なんかおしゃれな。まあ、TR とかちょっと違うのかもしれないですけど、ちょっとその33で扱われてるようなブランドとかがそういうのやってたりとか。うん、少しなんかそういうゲームがおしゃれに取り込まれつつあった時代ではありましたよね、やっぱり。うん。スケートボードとかも。村淳さん出てて、旅に出る前に。なんかあの、レコード売りに行くときも結構あの、出てくるのがやっぱ藤原博さんが選んでるだけ名盤というかちょっとレアグルーブっぽい。で、クラブで友達役で出てくるジョニオさんが一番演技うまいみたいな。あ、そうそう、そうでしたっけ。このスケートボードっていうものの撮影で始めて、村淳さんとジョニオさんが出会うと。ああ、そうなんですね。うん。みたいな。なんかあの、インセインの服着てたりとかやっぱ、そうだよね。かっこいいですよね。まだ17歳ぐらいじゃない、あの時、うん。あんな高校生いたらもうかっこよすぎますよね、あの時代で。かっこいいよね。いや、もうあの、時代の先端行きすぎちゃってますよ、あれ。ね、うん、スケートシーンも映ってるしね。オクトパスアーミーと並んで見といた方がいいドラマですよね。15分ぐらいかな、確か。この当時、あの、藤井フミヤさんとか、もっくんとか、りかこさんはもう完全にドメジャーですか？ドメジャーだね。あ、でもじゃあこの当時はもう本当にドメジャーな人たちと、この裏腹の人たちも、が結構仲良くというか、あの、がっちりつるんでたっていう感じなんですね。うん。もうだって、シブガキ隊もチェッカーズも、ひとしきり活動してきて、ちょっと落ち着いてるぐらいじゃない？はははは。うん。この後すぐ、この93年ぐらいから、フミヤさん多分あのコンピュータグラフィックスとかでその古典とかやり出すから、ちょっとあの、アーティスティックな方に、アイドルからそっちに行くタイミングだから、結構この辺になってくるともうある程度も地位も確立してきて、自由にやれてきてるタイミングだと思う。いや、だって、もっくん、藤井、あ、もっくん、フミヤ、リカコって、もう、結構、言ったら、あれじゃない？もうトレンディートップクラスだったわけじゃん。しかもあれなんですよね、これ。どっちか忘れた。多分鎌倉恋愛委員会だと思うんですけど、結構僕が印象深かったのが、椅子とかに座ってなくて、階段、なんかセットが階段なんですよね、普通の。なんか、そこで普通に話してるんですよ、トーク番組が。なんかそれがね、ちょっとストリートっぽくてちょっとかっこいいなと思ってた記憶は残ってんですよね。うん、なるほど、なるほど。そう。まあ、普通にセットのかな、うん、なんか普通にセットの階段にこう座るっていうだけだったんだけど。3人の俳優というか、まあ、根っからおしゃれだったりとか、あの結構リアル。の方でもうあのちゃんとおしゃれな人たちっていう位置づけだったからね。そうですよね。当時タレントであのそういうストリートだったりとかそういう洋服とかっていうのがなんて要はおしゃれな本当におしゃれな人っていうのがすげえごくごく限られてたから、うんうん、そうだからこそこのラインナップにもいるっていう だからその辺も嘘じゃないというかリアルなところだったんじゃない。だから普通こういうね、うん、テレビ番組だって、適当に、なんていうの、キャスティングして、あの、おしゃれ風に見せればいい
だけの話だけど、やっぱこの辺の人たちが集まって、でタレントもこのラインナップだと、もう結構こう本物味が増すというかって感じですかね、今回は。まあこういうテレビがあって AZ という、まあ、ラストオジツ、後のラストオジツにつながる、まあ、連載がスタートしたタイミングで、まあやっぱ連載開始だし、これ関東ページだし、ゲストも気合い入れてますって感じですよね、まさに。今回は AZ 第1回目をお送りしました。また来週。はい、はい、ありがとうございます。